今年もね、続々と、株主優待、来ております。ちょっとね、今日は2つ紹介してみようかなと思います。1つ目はですね、スカイラークですね。これ2000円割引ですけれども、これ100株持ってると、2000円になります。300株、500株という、まあ増えていくにつれて、まあもう少し金額が増えてくるっていうような感じで、私はね、もうずっと100株持ってますね。この2000円ですね。まあこれはスカイラークグループですね。まあガストだったり、ステーキガストとかね、バーミヤンとかで、使うことができる、クオカードになりますね。ただこれね、500円単位で割引になるんで、例えば、500円以上のものを買わないと、まず割引にはならないし、例えばじゃあ800円の、食べ物を買いましたよと、なった時に、じゃあ800円割引できるかって言ったらそうじゃなくて、500円割引することができると。で、例えば1200円だったら1000円割引して200円払うっていうのは、まあそういうような、使い方になるわけなんですけれども、まあ今回これでね、2000円ということですね。まあ、ちょっと早いんですけれども、おそらく、12月に、またね、クリスマスのチキンがね、多分ガスト出すと思うんで、その時にね、この2000円は、使おうかなというふうに思ってます。まあ、スカイラークのね、株はね、まあ、株価上がったり下がったりで、まあ結構、まあ変動はあるんですけれども、まあでもまあまあまあ安定してるかなっていうことで、まあずっとね、私はもう100株持ってるわけなんですけれども、まあこれはね、結構私はスカイラークおすすめですね。まあ以前ね、ダスキンの株も紹介しましたけども、ほんとスカイラークとダスキンは私はもう、おすすめですね。ずっと持ってますね。それから、これ、イタリアントマト詰め合わせとかって書いてありますけれども、これバンダイナムコからですね、いただきましたね。そして、めちゃめちゃ割れてるっていうね。これさ、多分ね、まあ持ってくる人の多分、これ配送業者の責任やと思うんですけど、もうね、割れてるんですよね。まあこういうね、マーマレードとかは全然割れてないんだけど、この黒クッキー、これちょっと見えるかな？これね、真っ二つに割れてるんだけど、黒クッキーは割れてるし、これはもうパキッと割れてるし、で、これなんかもう、原型を整えてないよね。これね、ほんとね、開けた時びっくりしたよね。あれ全部割れとるやんけ、つってね、これもね、こんな感じで。一応まあ5種類ですね。もうね、バキバキに割れてしまったクッキーがね、届いたわけなんですけれども。まあでも、このなんかイタリアントマトっていう、なんか、そういう、なんか有名なのか何なのかよくわかんないですけども、そういうまあクッキーのね、まあ焼き菓子セットみたいなのが、届きましたね。仕込み期限が10月27日と、いうことですね。まあ、これもまあ保有金額が増えれば増えるほどもう少し高価な、ものになってくるよっていうような感じらしいですね。あまあありがたいですね。まあこんな感じでですね。まあこれ以外にも、まあ一応配当金も出ますし、まあ今回はこれまあ優待ですけれども、優待プラス配当金っていうところもあるし、配当金だけってところもあるし、もはや配当金すら出ないっていうね、そういう株もありますけれども、まあいろんなね、株ありますんで、私はもうほんとこの、まあスカイラークに関してはこれおすすめですね。やっぱどこにでも、日本全国どこにでもガストあると思いますし、まあ大体の街であれば、私が住んでる安城市にもですね、ガスト、いくつかありますし、まあ刈谷市に行けばね、まあガストどころか、まあスカイラークバーミヤンと、ありますんでですね、まあ結構これは、重宝できるかなと思いますね。ということで、まあこういうのはおすすめですね。はい、まあということで、まあ配当とかね、まあいろいろありますけれども、私はもうこの優待狙いで株を買っている節はありますので、まあそういうところね、狙って、まあ最近こうNISAとかね、流行ってきてますんで、まあ優待狙いで株を買うっていうのもね、ありなんじゃないかなというふうに思います。まあ今日はちょっと短めですけれども、まあちょっとしたね、株主優待の紹介してみました。まあこんな感じでね、まあ株をね、お金を投資しておくだけで割引券が来たり、クーポン券が来たりするんでね、まあ本当にね、これはもう生活のちょっとした楽しみ。まあ生活の糧にはならないと思いますけど、だけどこうやってまあガストのね、商品券もらえたりして、やっぱ嬉しいし、ね、なんかこう、ガストでちょっと一品、普段の飯に一品ちょっとデザートでも買おうかなとか、そういう気にね、なるので、これだけ2000円だけね、もらえればね、そういう気になるんで、まあそんな感じでね、まあみんなの生活が少しでも豊かになればなと思いますので、ちょっと紹介してみました。はい、ということでね、本日はございます。まあまた、まあ株の方もですね、いろいろちょっと株の方での利益が結構増えてきまして、なんでちょっと本当に私が保有している株の数っていうのは結構増えてきましてですね、ありがたいことに。まあ今後そういうまあ配当狙いの株っていうのを増やしていこうかなと思いますんで、まあこういうね、優待とかのね、紹介もしていければなと思っております。じゃあ以上です。皆さん、ぜひ生活の知恵も使いながら楽しく聞いていきましょう。それじゃあ、バイバイ。はい。